It's 6 p.m. Nippon Hoso. The focus, the focus, the focus. Today's straight news.政府は今朝の閣議で新型コロナウイルスの感染が急激に拡大した場合に緊急事態宣言を可能とする特別措置法の改正案を閣議決定しました。法案は13日に成立する見通しです。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京市場は続落して始まりました。今日の日経平均株価は一時800円以上下落し、およそ1年3ヶ月ぶりに1万9000円を割り込みました。アメリカ大統領選挙に向けた民主党候補指名争いは10日、全米6州で予備選が行われるミニスーパーチューズデーの第1弾を迎えます。バイデン前副大統領とサンダース上院議員のどちらが本選の激戦州である中西部ミシガン州を抑えられるかが注目されます。FM 93 AM 1242 This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Masuyama.ニッポン放送 The Focus The Focus The Focus 3月10日火曜日、時刻は午後6時を過ぎました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩司です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。 FM93AM1242 日本放送 The Focus、 この後8時20分までの生放送です。いや、今日はまだ今も雨が降り続いてるんですね。このスタジオ窓がないから画面を見るしかないんですけど、結構今降ってるみたいですね。さっきね、確認もしましたけど、うん、割としっかり降ってますね、はい、ただ今日は気温は高かったようですね。 15.8 度まで都心では上がりましたね。この時間も今は屋上の温度計は15度ちょうどか、ねね、まあ、割とね穏やかな気温ではあるんですが、うん、雨の一日。明日はどうなんですか、はい、明日がね、うん、晴れて気温もぐんと上がりまして20度の予想最高気温なんですね。20度ですか。そうなんです。だから花粉もねたくさん飛ぶと思いますよ。雨が上がった翌日はね、うん、花粉が本当に多く飛散しますから ね、 そう、困る。気をつけてくださいね、はい、それから、ね、あの新型コロナウイルスの影響で時差通勤、テレワーク、それから臨時休校、それから観光客も減っちゃって電車空いてますね、うん、あの JR 東日本が、ね、3月の初めの首都圏の鉄道の定期券の利用者数調べたらおよそ1割減ってるということなんですね。であの通勤や通学の定期の、ね、払い戻しをするお客さんが例年を上回っているということで、小中高校の臨時休校でさ、鉄道の各社は定期の残り期間が1ヶ月以上あるというような条件に応じて、最終通学日以降の通学定期券の払い戻し認めてるんですって、ね、なるほど。うちもさ、学校ほとんど行ってないから定期券払い戻しとけばよかったなと、娘も。確かにそうですね。ねえ、気づかなかった。気づかなかった。これちょっと失敗したなと今頃気づきました。それから東京メトロはね、3月初めの全線駅の利用者がね、もう2割ぐらい減っているということです。それから最近電車に乗ってると車内放送でね、お客さんに窓を開けるように呼びかけてたりするんですよ。まあ、新型コロナウイルスでね、あまり密閉した空間が良くないということで、換気をね、しましょうということなんですね。うん、まあ、ただ今のところ満員電車で感染が明らかに広がったという事例はありませんので、まあ、この換気の効果がどうなのかというのは、科学的には証明はされていないんですけれども、まあ、やっぱり電車の中ね、換気した方がいいんじゃないかということです。ね、ただこれも花粉症の方はさ、結構嫌でしょ。そうですね、風が入ってきて花粉が ね、 ね、いっぱい舞い込んでくるんですもんね。この辺もね、まあ、確かに密閉されてるのは問題でしょうけれども、うん、花粉症の方にもね配慮してあげたいと。そうですね、悩ましい日々でございます、うん、で今日フォーカスするニュースも、政府が今朝の閣議でこの新型コロナウイルスの感染が急激に拡大した場合に緊急事態宣言を可能とする特別措置法の改正提案を閣議決定しました。それから新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今日の東京株式
市場の日経平均株価、一時800円以上値下がりし、およそ1年3ヶ月ぶりに1万9000円を割り込みました。それからアメリカ大統領選挙に向けた民主党候補指名争いは10日、全米6州で予備選が行われるミニスーパーチューズデーを迎えます。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきます。あなたからのご意見、ご感想をお待ちしています。メールでお寄せくださる方は、アルファベット小文字で、focus@1242.com。ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見やご感想などお待ちしています。さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。富坂さんも花粉症毎年結構辛そうですよね。そうなんです。今年はなぜかちょっと個人的には緩い感じがしてるんですけどね。そうです。別の薬飲んでる可能性があるかなと思いますけどね。そのお薬が効いてるのかな。かもしれないですね。それから大学はどうですか、のこの新型コロナウイルスの影響出てますか。もう出てますね。やはり卒業式とかね、卒業式は私も結構なんか出なきゃなと思ってたあれなんですけども、それもなくなっちゃいましたからね。卒業式中止ですか、いやじゃあ卒業生の、ね、皆さん残念でしょう ね、さあその富坂聡さん、今日は、ね、7時10分過ぎからのコメンテーターコラムでは中国の原発事情と安全対策というテーマでお話ししていただきます。それから8時過ぎの未来への提言では災害からの身の守り方、在宅避難についてお届けします。富坂聡さんとともに取り上げます最初のニュースフォーカスに参りましょう。こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News Focus. News Focus. News Focus. 新型コロナウイルス特措法案を閣議決定。政府は今日の閣議で、さらなる新型コロナウイルスの感染拡大に備え、緊急事態宣言を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を決定しました。すでに与野党で合意していることから、13日に成立する見通しです。でまず今日も新たに回転寿司チェーンスシローの兵庫県丹波市の店舗のアルバイト従業員が新型コロナウイルスに感染していたことが分かりました。この従業員は30代の男性で、先月16日に大阪市内でのライブイベントに参加していました。で男性が勤務していた兵庫県丹波市のスシロー氷上店は店舗の消毒作業を実施し、一時的に店舗を休業しています。また兵庫県尼崎市は、伊丹市のデイケア施設に勤務する尼崎市内の50代の男性介護士と、施設を利用している80代の男性が感染したと発表しました。一方、新潟市は新たに市内在住の男性3人が新型コロナウイルスに感染したと明らかにしました。また兵庫県姫路市でも新たに男女2人が感染。兵庫県内の感染確認は合わせて18人、さらにもっと増えているという状況になっています。で姫路市で感染が確認されたのは、おととい感染が発表された女性看護師が勤務する病院の同僚の女性看護師と60代の男性の入院患者ということで、院内感染ではないかと見られております。今日もね、各地で感染者が広がっております。で、こうした中、政府は今日の閣議で、さらなる新型コロナウイルスの感染拡大に備え、緊急事態宣言を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を決定しました。で、政府は今日中に国会に提出、先ほどこの改正案を衆議院に提出したということです。で、自民、立憲民主両党の合意によりまして、改正案は13日に成立する見通しです。富坂さんね、この改正案、2013年に施行されましたの新型インフル特措法、この適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加するということで、感染が全国的かつ急速に蔓延した場合には、この総理大臣が緊急事態宣言を行うと、国民生活や経済に甚大な被害を及ぼすという判断をした時ということのようですね。そうですね。だからここで、
まあ、よく言われることですけども、まあ、強い権限があるので、はい、それを要するに、まあ、報告でいいのか、ね、要するにそのきちんと事前承認を取るのかということのね、ところに焦点になってますけども、そうですね、野党側は、ね、国会の事前承認を要求しているようですね。だから、まあ、こういう問題に対して政局にしてしまうということが、まあ、あんまりこうコンセンサスで なければ別に問題はないということだと思うんですけども、私は、ね、逆にちょっとその気になっているのは、はい、これのコロナウイルスへの対策の会議の数がやっぱ少ないかなというふうに思いますね。会議が少ない、はい、っていうのは中国のテレビ見てると毎日どっかでトップが会議をして何かを発信してる。ああそうですか、だからこれは、はい、なんていうかな、トップって言って中国の場合習近平だけじゃない、はい、もう習近平もちろんトップなんですけども、うん、7人の政治局常務委員がいますでしょ、それ持ち場があって、それが全部会議やってるので、はい、テレビでやってこの会議やってこれで李克強がやった会議ではこれを発表しましたとか、だからもう、なんていうか、まあ、我々はですね、息苦しくなるぐらいいろいろ情報が降ってくるん で、 そうなんです、ね、消化するの大変なぐらいなんですよ、うん、だから細かいところまで、なんていうか指示して対応して、はいはい、それからすると例えば専門家会議というのもねすごくこう頻度が低いんで、まあ、昨日のね、昨日は開かれたようですけど確かに専門家会議を毎日開いてるわけではないですね。そうですよね、はい、でもまあ間違いなく中国そういうことやってますんでね。なるほどね。だから実は、まあ、中国がかなり苦しんだ分だけ、うん、得ているノウハウがあるのでね、はいはいはい、だからそこをこう見てですね日本のシステムを変えていくっていうのは大事かなというふうに本当思いますよ。そうですね、だからちょっと武漢が落ち着いてきたわけでね。そうみたいですね、はい、習近平入りましたでしょ、うん、であれ入り口で李克強が行って、はい、で大体落ち着いてきた時に国家主席が入るというような、まあ、大体の災害ってそういうふうになってますんで、ね、あで実は武漢の空港のですね、はい、空港を管理している企業集団があるんですけども、はい、そこがですね、10日から通常勤務、それで、空港16日ぐらいから、はい、そうそう16日ぐらいからいわゆるその支線ですよね、はい、短い航空路線のあれを、はい、通常運航に戻すための努力をするみたいなね通知まで出されましたんで。そうですか、はい、だから武漢は今14ぐらいあった緊急臨時病院を今13減らして1つだけです。今1つだけですか。そうだから今指定病院とだけで回せるようになってきてる、だから随分状況が改善してるんですよね。それは、まあ、彼らどうやってやったかっていうのを見るのもですね、我々結構ねなんか報道が面白いんで、はい、隠蔽したとかなんかしたとかってそういうことがすごくこう注目されるんですけど、具体的に何をどういうふうにやったのかっていうのが全く見えてこないわけですよね。だからそれはねちゃんと見とく必要があるなと、なるほどね、と思いますね。メールもいただいてましてね、所沢市のレオの縦上さん54歳の男性の方から、はい、中国の研究チームが武漢市の封鎖が5日間前倒しなら感染者は3分の1に抑えられていた、うん、逆に5日間遅れていたら感染者は3倍に増えて30万人以上が感染した可能性があったというふうにこれね中国の研究チームが発表していると、はい、まあ、富坂さん医療の専門家ではないでしょうが、うん、武漢市のこの封鎖の判断についてどう思われますかといただいてますね。これはね、はい、こういう報告っていっぱいあって、確かにそうだと思うんですよね。ただ私ね政治的に武漢という規模の都市をね、はい、政治的に封鎖するっていう勇気はなかなか持てなかったと思いますよ。だから結構まあ早いか遅いかは別としてですね、まあよく封鎖したなと思いますけどね。だからまあ人の自由をね移動の自由を制限するっていうのはできると思いますけども、はい、完全な封鎖ですから。そうですね。だからその前代未聞のことやったわけで、本当にまあご指摘の通りね、やはりその何日か早くすることはできたと思いますけど、ただこの時にやっぱり病気がそのものがあんまりよく分かってなかったんですね、はいはいはい、だからまあそういう意味ではまあこんなもんかなと思いますね。ただ市場っていうのは1月1日に閉めてますんで、あれは実際のところ、まあ、早かったと思いますね。海鮮市場はね、何にも死者も出てない、はいはいはい、何だかよくわからない段階でね閉めてますから。で武漢というのは本当に大きな町で、ハブ空港だと言われてましたから、さっきおっしゃったようにこれ空港がもしね再開するような少しでもね再開するような形になると、はいはい、まあ、ちょっと経済的にも影響、そうですね、だいぶいい状況になる可能性もあるんですよね。ありますね、うん、だから結構なんかメニューを
を区切ってね、あのこの段階でこれをやるっていうのをこう持ってますから、まあ、実は、まあ、国情が違うんでなかなかこう参考できないところもあるんですけども、ただ例えばその症状によって全部その、隔離を開けたりしてることとかね、だから体育館とか全部臨時病院にしたんですよ。で今回 それを閉めてる、あもう全部使わなくなって良くなったんでね、だからそういうやり方なんかは少しその参考になるんじゃないかなというふうに私は見てますけどね、まあ、ちょっとね確かに中国と国情は違うんですけれども、この、特措法についてもメールいただいてまして、荒川区の健太さん51歳の方から、この特措法に都道府県知事による外出自粛要請というのがあります、非常事態宣言が、緊急事態宣言が出るとですね、この都道府県知事がこの外出自粛要請ができると。で、この場合の外出自粛とはどの範囲を指すのでしょうか。仮に買い物などの外出自粛となった場合、それを察知して事前に食料の買い占めが起こるのではないでしょうか。ただでさえマスクやトイレットペーパーの買い占めが大きな問題になっている中、食料を買い占めとなったらそれこそパニック状態になるんではないでしょうかというのもいただいてますね。本当ですね、まあ、それ本当にやってみないとわからないということで、まあ、要請は要請ですからね。でもね、そうなんですよね、要請という段階になるわけですからね、まあ、中国はやったみたいにね、中国はですからもうここがもう出歩いてたら刑事罰ですから ね、刑事罰、それは違いますよね。ここはだから日本と、マスクしてなかったら刑事罰ですから、そう、そこが本当に違うところではあるんですけれども、でも出る人いるし、でもマスクしないで喧嘩する人がいるので、ね、中国はそれだけきついことやってもなかなか統制取れないところだというのね、また日本の場合にはこの緊急事態宣言も確かに可能だとは言ってもなかなか出すタイミングっていうのは難しいのかもしれませんね。そうですね、だからまあ、経済という、まあ、これ実は地域とか国の体力を全くなくしちゃうとね、これまた要するにその立ち直るとき大変なんで、そうですよね、要するにコロナウイルスの対策っていうのは出口まで含めてやんなきゃいけないので、まあ経済めちゃめちゃにして社会生活めちゃめちゃにして対峙しましたじゃやっぱりダメなんですね。だからまあもちろん一緒にシャットアウトっていうのは一つのあれなんですけど、だけど本当に体力奪ってしまうようなシャットアウトまでできないんで、これはね実は結構政治決断大変だなと私は思ってます。この時間はね、新型コロナウイルス特措法案閣議決定というニュースについてフォーカスしましたが、お知らせ挟みまして引き続きこの新型コロナウイルス関連のニュースにフォーカスしていきます。 JOLF Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka MasuyamaThe Focus。 時刻は6時18分です。拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている日本放送 The Focus。 引き続き新型コロナウイルス関連のニュースをフォーカスしていきますが、政府は先ほど新型コロナウイルス感染症対策本部会合を開きまして、2019年度今年度予算の予備費による緊急対策の第2弾を決定しました。第2弾では政府が中小企業や小規模事業者を対象に新たな貸付制度を創設するため5000億円以上を確保する見通しです。また中小企業や小規模事業者を対象に実質無利子無担保での融資枠を設けます。このほかフリーランスなど業務委託を受けて働く人が子どもの世話をするために仕事を見送った場合収入を保障する方針で1日あたり4100円を軸に検討しておりました。でこの会合で挨拶する安倍総理大臣です。感染の拡大が常に日本各地で起きている可能性もあると思います。よって3月19日頃を目途にこれまでの対策の効果について判断が示される予定です。引き続き国内の急速な感染拡大を回避するために極めて重要な時期にあります。政府としては先般決定された基本方針においてイベントの開催の必要性について主催者等に検討をお願いし、またそれを踏まえて全国規模のイベントについては中止、延期、規模縮小等の対応を要請したところですが、専門家会議の判断が示されるまでの間、今後おおむね10日間程度はこれまでの取り組みを継続いただくようご協力をお願い申し上げます。
今日夕方開かれました新型コロナウイルス感染症対策本部会合で挨拶した安倍総理大臣ですが、今ありましたように昨日の政府の専門家会議の見解を受けまして、大規模イベントなどの自粛を今月19日まで、あと10日くらいと言ってましたけれども、継続するようにと、こういう要請を出したということですね。そうですね。まあもちろんね、これって本当にそれで9日ぐらいで、ね、収まるのかどうかって、本当に山が行くのかどうかって、もちろんね、そこが、最大のあれで、ずるずる行くと大変なことになりますんでね。そうですね。だから、どうやって抑え込むのかということの、いわゆるグランドデザインがね、ここも本当に、必要かなというふうに思いますよね。だからもちろんね、自粛してざるを得ないし、短期的にやっつけざるを得ないと思うんですけども、支出と生産のバランスっていうのは、すごい私は大事だというふうに思いますね。それからこの中小企業などへの融資ですが、新たな貸付制度を設けるということで、第1弾でもね、日本政策金融公庫などを通じて5000億の低利融資とか保証枠準備したということになっておりましたが、ここを拡充したという形ですね。だから最初にまずもちろんその第三次産業のね、一番非善のいるところが資金ショートしていきますのでね、そこを救って、さらに打撃を受けるところ、そして第二次産業の貿易中心のところをやっていくという形になるわけですよね。で、中国はプラスですね、生産地、例えばその農業の生産地とか、あとは要するに弱者ですよね。これ今貧困対策っていうのすごい力入れてやってますんで、その貧困者とか、多分こう日本で言うと出歩けない老人とか、そういう人たちの生産はしてないけども、お金に困っちゃうとか、そういう人も出てくるし、だから順次そういうところにも広げていってですね、やっていかざるを得ない。貧困対策結構やんなきゃいけないと思いますよ、これは。一時的なものになるのかどうかは別としてですね。それから総理は先ほどの会議だと、イタリア、イランの一部地域を入国拒否の対象にすると、こういう表明もしたようですね。中国は今完全に、いわゆるその自国内での感染拡大よりも輸入ということのね、方に警戒の目を向け始めてますんで、もう各国そういうふうにしないと、止まらないですよね。そうですね。キャッチボールするとやっぱり大変なんで。ちょっと先ほど一部音が出てしまったんですが、今日の参議院予算委員会中央公聴会にですね、政府の専門家会議副座長で、地域医療機能推進機構理事長の尾身茂さんが出席しまして、いつ再流行してもおかしくない状況が続くと次のように述べています。感染の拡大が常に日本各地で起きている可能性もあると思います。よって、今回国内での流行を一旦抑制できたとしても、しばらくはいつ再流行してもおかしくない状況が続くと見込まれます。また世界的な流行が進展していることから、国外から感染が持ち込まれる事例も今後繰り返されるものと予想されます。このように述べまして、感染者の増加率ね、今日本ではある程度抑えられているけれども、いつ再流行してもおかしくないということで、引き続き企業には時差出勤を進めたり、あと市民は換気の悪い密閉空間には近寄らないように訴えたということなんです ね、緊急事態だと私結構重要なのは、どこか重点となる施設をね、一定地域に一つぐらい作ると、ね、だからそっちの方がね、もう結構入ってなきゃいけないし、院内感染とか、そういういわゆる家庭内感染とか、そういうのが大きいですよね。だからつまり例えば緊急事態宣言でこう有給地があったらそこをするとか、もう無理やりしちゃうとかですね、ここにするんだみたいなこともね、入ってないのは不思議だなとちょっと思うんですよね。そうですね。まだまだ足りないところありますね。そうなんですよね。この時間は新型コロナウイルス対策緊急対策第2弾決定というニュースについてフォーカスしました。時刻は6時29分です。 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。先ほどの、緊急事態宣言についてメールいただいてます。木更津市の真夏のセミハイテクさん41歳の男性から、
政府が出すかもしれない緊急事態宣言ですが、宣言を発令したら何が変わるんでしょうか。個人的には誰でもどこかに行けばマスクと消毒液を支給してもらえる体制を整えてもらいたいですっていうふうにいただいてますね。そうですね。だから、まあ、その、浸透なることは間違いないですよね。いろんなところイベントが中止になったりとか、まあ、あの会合が中止になったりとか、そういうことですからね。まさにですね、これ実はの中国が、マスクやなんかっていうのを、そのマスクをしていないと外出できないって言って、うん、マスクじゃ手に入れられないかってことで物資の不足っていうのが1週間ぐらいあったんですけど、はいはい、それをガッとあるその部署が責任を負わされてやったということでね。これは配給制になってるんですか。そうです、配給もしてますし、はいはい、実際に買えるようにもなってますよ。社外なんかは普通に買ってますね。もう買えるんですか。だから、なんですか、国家発展改革委員会っていうのが、はい、トップがもうこれ、物資が不足したらもうお前のせいみたいなことになるので、もう目の色変えてやるわけですよね。まあ、日本で売ってた、ね、マスクもね、大半がもう中国産だったっていうの、ね、ね、もありましたから ね、まあ、中国国内はそうすると、じゃあ割とすぐに今1億1000万枚、ね、生産する能力を身につけましたね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。フォーカスアットマーク 1242.com までお寄せください。時刻は6時39分です。今日一日のニュースをググッとフォーカス、 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。続いてのニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。新型コロナウイルス、日経平均は一時1万9000円を割り込む。今日の東京株式市場は新型コロナウイルスによる影響から一時1万9000円を割り込みましたが、その後反発し、日経平均株価の終値は昨日よりも168円36銭高い1万9867円12銭となりました。9日のニューヨーク市場でダウ平均が暴落しまして、終値が先週末に比べて2000ドル以上安くなるという過去最大の下げ幅を記録したということで、今日の東京市場にもこの流れが波及しまして、朝方は全面安の展開となりまして、平均株価取引時間中としておよそ2年11ヶ月ぶりの安値をつける場面もありました。下げ幅一時800円を超えたんですが、終値は結局昨日に比べて168円36銭高い1万9867円12銭ということでした。まあ、富坂さん、アメリカがね、はい、かなり取引開始もわずか数分後に、下落率 7% に達しちゃってね、はい、サーキットブレーカーというですね、取引停止措置になってしまいましたもんね。ね、言われているのは、はい、一つはまあコロナウイルス、はい、でもう一つはいわゆる原油ですよね。そうですね。原油 の、はい、まあ、その増産の調整が つかなかった、物別れの会議を受けてドカンと、まあ、2つ の下げ圧力でゾカンといっていったということですね。そうですね。OPEC と、ね、ロシアなど の協調減産協議が決裂してしまったということ で、まあ、原油の供給過剰が警戒されたということですよね。そうですね。まあ、でもこう弱い要素がたくさんあって、はい、でここのところ日本の株価っていうのは為替と、はい、アメリカの株価に連動するっていうかね。そうですね。もう、分析してる人泣かせだって、まあ、普通に素人がやっても同じだろうみたいなね、状況がずっと続いてたんですけど、実のところはですね、はい、日本株は割安なんですよね。お買い得なんですよ。お買い得。ベースがお買い得なのに、こんだけ下がったってことで、結構今みんなパニックってるわけですよね。で、まあ、今回ちょっと下げ止まったっていうか、ちょっと上がって終わったんでよかったんですけども、ね、ただ、これが、まあ、ある種のちょっとした液出しっていうか、まあ、ここでまあ、ちょっと、っていうとこならまだいいんですけども、もうちょっと、こう、下がっていくってことになると、結構、もう心配して、投げ売りの状況に入って、で、外国の投資家が一回様子見ようかっていう話になってくると、ちょっと怖いですよね。
まあ、確かに今日もね、西村経済再生担当大臣が閣議後の会見で、やっぱり地域経済なんかはね、もうすべての地域で消費や生産、弱さが見られると、うん、飲食、小売、観光、こういったサービス業ね、相当厳しさが増しているということも明らかにしてますしね。うん、そうですね。だから、まあ、ある程度、なんていうんですかね、コロナ対策、はい、そして、生産再生っていうのの両輪でね、うん、やっていくっていうことをですね、どっかコントロールタワーを持ってやっていくべきですよね。まあ、さっきちょっと私も同じ話ばっかりしてるんですけども、つまり、中国は実は最初コロナ対策だったんですけど、はい、2月の中旬からそういうことを言い出してですよ、並走路線に変えてるんですよね、はい、だからそのあれはちょっと必要で、やっぱり国の体力まで奪っちゃうとね、どうしようもないんでね、これもやっていかなきゃいけないな。ただ、まあ、株価だけが全てじゃないんで、はいはい、これにあんまりこうなんかまあこれを数字を見てあんまりうろたえるというのも変かなというふうに思いますけどね、うん、まあ、あとはこの経済政策をどう打っていくかということですが、今日麻生財務大臣は、来年度2020年度の補正予算を編成するかどうかと聞かれてですね、まあ、感染者の増加など状況の変化を見て判断するというようなことでとどまっているんですけども、一方で国民民主党の玉木代表なんかは、まあ、昨日の産経新聞の犬井さんじゃないんですが、はい、例えば消費税をね 5% に減税して、もう大胆な家計減税をすべきだとかですね、はい、あとは一斉休校などの影響も出てるんで減収対策ということで、もう一人10万円ぐらいね、給付措置を取れとか、あるいはもう早急に補正を組んでも15兆から20兆というね大規模な緊急経済対策を行うべきだと、まあ、こういう提言をしてはいるようなんですけども ね、はい、まあ、だからできることを全部やった方がいいと思いますよ、うん、やっぱりそのなんていうか対峙とその生産性 の、はい、確保っていうのはもう絶対必要なんで、うん、だからそのまあ休んでも安心なんだというのがまず大事だし、はい、その絶対また復活するんだというそのさせるんだというね、政府の意思というのはどこかで見せなきゃいけないんで、うん、どういう形で見せるのが一番効果的なのかというのを考えてドンと出すということが大事かなというふうに思いますね。もう先月のね企業倒産件数なんか見るともう前の年に比べると 10% ぐらい増えて651件、それからこの新型コロナ関連の倒産というのはこれ今月6日時点ですけども、愛知の旅館とか北海道のコロッケの製造業者とか神戸のレストラン船の運営会社とかもう3件、倒産というような状況になってますので、これ早く手を打っていかないとということですよね。あと、まあ、結局ちょっとここ数年やっぱり長引かしちゃってる、つまり、はいはい、ゼロ金利だったし、だから本来ねもう諦めて新しいところ行かなきゃいけない、そういう決断ができずにずるずるっと生きてる産業が結構大きかったんで、まあ、それはやっぱりちょっと本当に大きな淘汰にのあれに入っちゃうかもしれないなというのは思いますね。一方でアメリカのトランプ大統領なんかはもうこの打撃を受けた業種を対象にね給与税の減税だとかね、所得保障だというのも大規模な景気対策の実現を、共和党に働きかけるというようなことを言ってるんですよね。そうですね。アメリカはやっぱりもう選挙があるんでもう必死だと思いますよ。で、まあ、中国もねもちろん実は一つの100年の目標の最後の年でね一つの経済目標を達成しなきゃいけないんで、もう必死になりますから。はいはい、だから、まあ、各国必死になるので、日本もね、同調してやっていくべきではないかなというふうに思いますね。中国もだいぶね、2月の消費者物価指数なんか見ると、まあ、もともと豚熱の影響でね、豚肉価格が上がってましたけれども、はい、やっぱりこの新型コロナの影響で食品価格が高騰して、物価も高止まりのようですね。そうですね。うん。まあ、これはね、もう、今年前半諦めたっていう言い方はもうしてますね。はいはいはい、でも分かりやすいんですよね、もう前半ダメだよと、だけど後半、はい、その V 字回復に持っていこうということなんで、まあ、そういうふうにこうちょっと先が見えるような感じのね、政策誘導が必要かもしれないですね。まあ、そうすると中国はリーマンショックの時みたいにやはり前も富坂がおっしゃってましたが大規模な財政出動とかやると思います。で V 字回復させて、で結構それによる体質の悪い体質を多分持ちますので長期的にちょっと苦しむというふうになってくるんじゃないかなと思いますね。この時間は新型コロナウイルス日経平均株価一時1万9000円を割り込むというニュースについてフォーカスしました。日本放送がお送りしていますザ・フォーカス。
この後はほろ酔いイブニングトークをお届けします。時刻は6時55分になりました。 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。メールいただいておりましてね、福島県いわき市のフラジーさん、中国では新型コロナウイルスの感染者患者数が減ってきているように見えますが、本当のところどうなんでしょうかと。中国本土の、ね、死者が、17人増えて3136人、感染者19人増えて8万754人ということで、1日あたりの感染者の増加数4日連続で100人を下回っているという状況ですが、本当なんですかと。いや、これはもう本当ですね。で特にあの顕著なのはあの武漢湖北省、はい、以外のところですよね、はいはいはい、だからもうあのそこのところはですね、実はなんていうかあの経済が 100% 戻る目処が立ったというふうに見ていますね。確かに北京が1人、それから広東省で1人、湖北省以外の新たな感染者はこれだけですね、今日はね。そうですね、はい、でちょっと数日ちょっとあの本当に小さく数字が伸びたんですけども、それはあのイタリアから帰ってきた、はい、人だったりね、だから実はこう輸入の方に今あの警戒の目が向けられ始めてますね。で武漢もね、多分ちょっと落ち着いてきてる感じがありますね。そうですね、それからね、前橋市の白熊さん34歳の女性、武漢市の封鎖ですが、日本でも何か感染症があった時に武漢市のように封鎖できるかと言われたら人権がなどということで封鎖はできないような気がしますといただいてますね。いや、おっしゃる通りですね。ここは難しいですね。封鎖は難しいですけどす、ね、まあ、何がどういうふうにやったらよかったのかということは、ね、あの教訓として汲み取れるかもしれない、はい、引き続きご意見ご感想をお待ちしています。It's 7pm. Nippon Hoso's network brings you the focus. Today's straight news. 2020年3月10日火曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩司です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けします。今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。6時のね、この番組の冒頭、日本放送では私、首都圏の電車のね、車内放送で、この新型コロナウイルスの影響で乗客に窓を開けるようにという呼びかける放送がありますよって話をしたんですが、メールいただいてましたね。横浜市の浜野俊才香さん、47歳の男性。新型コロナウイルスの感染を防ぐために電車内の換気をしましょうと言いますが、窓が開かない電車が多いです。特に特急系の電車や新幹線は窓が開かないので、この換気については窓が開く電車ではぜひやってほしいです。この窓は開けられますというステッカーが貼られた車両もありますので、その窓の近くにいたら周りの人に気遣いしながら開けて換気してほしいです。車両が進化し、空調が電気で行われるようになってから窓が開かないというのは、なんとも皮肉な感じがしますといただいてるんですね。確かに新幹線なんかはね、窓開かないですよね。なんかでも常に換気する装置が新幹線だとか特急にはあるんですって。まあそうですね。で、あと在来線もね、走行に伴う換気、それからドアの開閉ね、駅止まったらドア開けるじゃないですか、はい、そこで一定の空気の入れ替えはできているとは言うんですよね。なるほど、そう思いたいですよね。そうですね。まだやっぱり満員電車に乗ってるとね、ちょっとやっぱり息苦しい時ありますよ。息苦しいから窓開けたいなっていう感じに、この新型コロナに関してはあるんですよね。まあ、そうですね。まあこの季節になってくると、ちょっと最近開けても寒くさは弱いし、だけどちょっと花粉症の人には大変だという ね、まあ、ちょっと気遣いしながらちょっと開けるぐらいに ね、するといいのかもしれませんね。さあ、それではここまでに入っているニュースをまとめてお伝えしましょう。報道部から山本デスクに伝えてもらいます。この時間ニュースは以上です。はい、ご苦労様でした。報道部のマイクから山本武史デスクでした。
今のニュースの中ではね、マスクのね、インターネットなどを通じた転売禁止という、法律の政令改正が閣議決定されたとありますが、メール結構いただいてましてね。千葉県君津市のアケポン42さん、マスクの転売禁止の政令が15日から施行になりますが、なんでもっと早く議論しなかったのか不思議でなりませんといただいてますね。まあね、いや、そう、それはそうかもしれないなと思うんですけども、なかなかそこまで手を突っ込まないのが、まあ、日本っていう国ですからね。まあ確かに ね、転売するなって言ってたんですけども、まあそれでもまだね、転売する人がいたからね。うん、そうですね。それがもっとひどい、これですよ、横浜市のね、夕日の風来坊さん、55歳の男性からいただきましたが、マスク転売禁止の政令閣議決定されましたが、静岡県議会の諸田博之議員に適用してほしいですと。マスクを大量にインターネットオークションに出品し、売り上げはおよそ888万円だとか、原価率 50% ほどだと言ってますが、それでも400万円以上の暴利を貪ったことになりますと。報道では自身が経営する貿易会社で過去に中国から輸入し在庫として保管していたものの一部とありますが、残りをすべて医療や介護機関など必要とするところに寄付、または格安の価格で提供しない限り、議員辞職はもちろん法で厳しく罰するべきです。本当に腹立たしいですっていただいてます。これはひどいですよ、ね。そうですね。逆にだからこの、指摘のように、うん、配ったりしたら、すごい名前が変わって、すごい逆にね、だから、上下に大きな変動をしたっちゃうじゃん、この人はね。だから、まあね、やり方ですよね。というか、でもね、この問題はね、やっぱり増産体制でドーンと、本当にね、だからこれ、結構簡単に参入できるんで、もうものすごい大増産して、むしろ転売しようとしてる人が、損するようなね、体制作った方がいいですよね。こういうふうにこう、会で政府が手突っ込んでやるというよりもね。うん、もう国内でね、もうしっかりと作れるようにと、こういうことがまたいつ何時起きるか分かりませんしね。中国今携帯電話の会社が全部、携帯、マスク作ってますから。あ、そう。そう。だからものすごい大増産で。だから、まあちょっとこう、端っこい人たちですからね、あっちはね。だから、そのぐらいの起点聞かして、もう今これ出したらね、バーッとやっちゃった方がいいですよね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。 Thank you for working hard today. 日本放送 Network brings you the focus. コージモリタさやかますやま The Focus。 時刻は7時16分です。東京有楽町日本放送キーステーションに生放送、一日のニュースにググッとフォーカスしていく The Focus。 この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんのコラムはこちら。中国の原発事情と安全対策。明日3月11日で東日本大震災発生から丸9年です。同時に福島第一原発事故からも9年を迎えます。そうした中、中国は今年1月原子力産業の誕生から65年を迎えたということです。そこで中国の原発事情安全対策について富坂さんに伺います。原発原子力産業誕生から65年ということなんですね、中国はね。まあ、中国はそのいろんな意味で原子力のエネルギーをどう活用するかっていうのはすごいその国の真ん中にずっとあったんですよね。例えばその中国の清華大学の物理系の上から5番目はみんなそっち行くんですよ。そうなんですか。ずっとそういう政策を取ってきた、ね。だから要するに、まあすごくあれなんですけど、その、いう意味で言うと、その原子力発電の方はちょっと暴流に入るわけですけどもね。ただでもそれでもその、優秀な人材を投入してガーッとやっていくっていうことがあって。なるほど。で、まさに、9年ぐらい前になる、10年ぐらい前になると、はい、やっぱりその、電力需要の逼迫から、はい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 、もう足りなくて足りなくて、もうそのお腹が空いてる子供にですね、もう何を与えていいのかっていうぐらい、要するに電力消費があったり、しょっちゅう停電してましたよね。そうなんですよね。そんなのも補うためにですね、あらゆるものをやったんですけど、原発が一番いいだろうということでですね、はいはい、で当時はですね、その建設計画っていうのが100基とか200基ということを普通に言ってました。
実際にまあ現在はですね、あの47期で、今47期稼働してるんですか、はい、そうですね。で、まあ、大体そのアメリカが98期、はい、フランスが58、フランスでものすごいこう、原子力発電大国ですから。そうですね、原発大国ですね。そうですね、日本も結構お世話になりましたね。はいはい、だからまあそういう多いのは分かるんですけど、まあその3番目ということになる。国の規模から考えると、はい、まあもう少しあってもいいかなっていう感じはするんですけど、実はね、まあこれはすごく推進もしてます。はい、で、例えばイギリスと原発作りますでしょ。はいはいはい、こう、まあこれイギリスは籠絡されたというふうによくよく言われましたけども、イギリスでね、原発を作るところに入り込んでいったりね、はい、海外への輸出っていうのもあるので、うん、原発輸出をね、いやものすごい力入れてますんでね、はい、でこれ原子力のエネルギーっていうのはある一定のあれでレベルで回していかないと進歩していかないので、うんうん、でかなり自分たちのレベルに、今自信持ってますお、っていうのはまあ事故は起こしてないですよね。であそうか、中国の原発の事故ってって聞いたことないですね。確かにね、私当初すごく心配してました。なぜかまあ言わなく起こしそうだ。そうそう。気がしましたけどね。まあ香港でね、ものすごい反対運動が起きたりしたんですよね。で、実は中国でその頃一番多かったのは、同じ部品でも同じように見えているけども、はい、別の業者が作った安く作った部品を知らない間に担当者が変えてるとか、そういうことがね結構起きてて、で原発なんか韓国なんかちょっと時々あったりしたんですよ。だからそのまあ要するに正規の部品じゃないけど同じでしょっていうことでね、はいはい、でと値段が違うと担当者が抜けるんでね、そういうことが起き、そういうことが起きやすい体質、起きやすい体質があったので。危ないかなと思ってたんですけど、まあ今のところないわけですね。うん、だから、そういう意味でもすごく自信を持って進めてる。ただし、実は47期っていうのはちょっと少ないですよね。当初の目標から。そうですね。その100とか200作ろうと思っていたんであればね。少ないです。で、まあ、なぜかというとね、はい、実はもう全方位でやり始めてるんですよ。全方位？全方位。はい、要するに電力の、どこでやるかっていうか、まあ要するに、もともとは原子力にガーッと、まあ石炭っていうのもね、他国からものすごい叱られますから、はいはい、やれないと、うん、火力はね、もう。でも石炭は多いのは多いですよね。多いことは多いですね。はい、で、実は、だからそれもダメになっちゃってるんですけど、はい、今温暖化のことでね。はい、だから、そういうふうになっていて、原発はすごく、そういう初期法でいくと一番いいってことで、重火種を全部移そうとしてたんですけど、でも実は考えてみたら、太陽光悪くないぞって話になって、で今は多分ど真ん中にあるのが太陽光。そうみたいですね。はい、太陽光発電をどんどん増やしているというのは聞いたことあります。はい、で実は石炭は、うん、内モンゴルとかね、はい、オルドスというところでよく取れてた。でこれはもう本当5点が立ってたんです、バン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 、石炭5点がですね。でところが石炭がダメになってから、もうここが産業的にダメになってたんですけど、うん、ところがそれに変わってですね、今その砂漠をですね、太陽光パネルで埋め始めてるんですよ。あ、そうなんですか。これまあ一石二鳥なわけですよ。あ、砂漠化の防止と発電ということでね。でものすごいスペース余ってるじゃないですか。まあ、スペースは多いでしょ。余ってますでしょ。それは多いでしょ。だから実はまあ風力もね、うん、そこでちょっとやり始めてるんですけど、まあ、ボリュームはものすごいちっちゃいです。でも圧倒的に太陽光パネル、でこれを太陽光パネルを、人の力でやるとあまり良くないんで、うん、ドローン使って感じてる。ということでですね、かなりで、太陽光パネルのメーカーっていうのは今、1、2、3位が中国なんですよね。あ、そうなんですか。ね、いつの間にかそういう風になっちゃっていて、もう本当にガーッと太陽光パネルに行ってると、はいはい。だから、原子力の割合っていうのは実は落ちてるんですけど、うん、だけど、すべてのことをやろうとしてる中の原子力っていうのは、まあ、全然、ペースは落ちてるんですけども、大きなボリューム、大きな存在ではなくなってるけど、厳然としてそこにずっとある。で、技術が高まってるんで、かなりなんていうか、輸出力も今備えてるっていう状況だということですね。なんか今、建設中の原発、中国で11基あるそうですね。はい、そうですね。新しいものも作って、はい、古いものをやめていくという、廃炉にしていく。ということですね。その新陳代謝もどん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 進めていってるということですね。もちろん原子力って技術実はまあ日本ってなくす方向に行ってるんですけども、ゼロにしちゃうとね、やっぱ本当にこう
技術者が育たない。そうなんですよね、この原子力はね。そうだから一定の要するに一つ二つでなくて、はい、一定のものがないとなくしていく、もちろんその選択としてね、その技術者も含めてなくしていくとか、技術は例えば海外に研修に行かせるとかもいろいろあるかもしれないけども、それはもうそれぞれの選択なんでね、言い悪いはないと思いますけど、中国はそういう意味でも自国で、きちんと技術だけは継承していくと、それに必要なボリュームはちゃんと持っていくんだよということがはっきり、しているという感じはしますね。でなんか韓国の海岸となんか向かい合っているようなところに多いらしいですね。もともとはね、これもともとなんですけど、全部その海岸線に沿って、もちろん水が必要ですからね、原発の場合はね、作ったんですよね、はい、だからこそ実は当初事故が起きると、風は西から吹いてきますんで、はい、で海も全部西から来ますんでね、まずいなというふうに思っておったんですけどね、ただ今いろんなとこに作り始めてますね。あ、そうですか。散らばしてですね、いろんなとこに作り始めて、だから使い勝手はですね、実はなんていうか風力なんかも力入れてやってますけど、その蓄えた電気とその蓄え方とかそういうことでいくつかのそのなんていうかな、技術的革新がないと本格的にはこう、真ん中の電気にはなかなかなれないんですけど、原発はもうすぐなれるわけだから、で安全対策なんかもしっかりしてるわけですか。日本はね、かなり厳しい規制基準を設けてますが、もうこれはですね、世界的に見てかなり高いレベルだっていうことを自分たちでね、世界に対して検証できるようなデータも出して報告してますね、だからこれはそういうことは嘘ついてもしょうがないところなんで、非常に高いレベルにあるというふうに、言っていいと思いますね。そうすると大きな事故も起きていなくて、そして今47機が稼働して11機これから作るということは、この原子力の技術もますます高まっていくと。そうですね、逆に言うと多分これから新興国発展途上国にこれを出していく、輸出していく、それこそ太陽光パネルとセットで出していくんじゃないですか。だから電力需要というのはこれから逼迫する国が多いわけですよね。先進国の、入札に入っていくというのは、イギリス入りましたけど、それはそれぞれが持っている技術でやると思いますけど、ただこれから電力需要がものすごくこうビューッと伸びていくのは間違いなく新興国、発展途上国でね。で、発展途上国が手っ取り早くバッと特にやっぱりその住民の反対とかあんまりない。そうですね。そういう言い方しちゃいかんですけども。だからそういう意味では作りやすい。だから、海外に向けて出していく競争力を保つという意味でも、一定の、更新は国内でしていかなきゃいけないという戦略かなというふうに見てて思いますね。コメンテーターコラム、今日は富坂聡さんに中国の原発事情と安全対策についてお話ししていただきました。時刻は7時28分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、この時間で一部の地域の方とはお別れです。そしてその他の放送局をお聞きの方は女神たちのオリンピックをお送りします。拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんにはこの後8時20分までお付き合いいただきます。メールいただいてましてね、神奈川県伊勢原市の哲郎さん、55歳の男性から、中国の原発事故の話確かに聞かないですね。最初は隠蔽しているのかと思いましたが、日本同様に大きな地震が何度も起きているにもかかわらず事故が起きていないのが不思議です。例えば原子炉が日本の原発よりも安全性が優れているということなのでしょうか。もしもこの先日本でも原発再開というのであれば、中国の安全性を見習ってほしいですというのもいただいているんですね。そうですね。だから多分その本当に100機なんていう計画立てたところは時はですね、自前の完全に自前だけで作れるっていう感じではなかったんですよね。ところがそのやっと作り始めたっていうぐらいだったんですよね。だから実は中国っていうのは結構早いです、そういうところね。だから何年か前までには大したことなかったなと思うのが、数年経つとおいおいっていうのが結構ありますね。そして人材を結構集めますからね。そういうところはありますね。うまいですよ ね。IT 機系なんかもそうですけどね。そうですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはfocus@1242.com までお寄せください。ご意見ご感想などお待ちしています。
日本放送ネットワーク brings you the focus. In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The focus. 時刻は7時38分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国にお届けしているザ・フォーカス。コメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。この時間のニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。アメリカ大統領選民主党候補指名争い、舞台はミシガン州へ。11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党の候補指名争いは、現地時間の3月10日にミシガン州など6つの州で予備選党員集会があるミニスーパーチューズデーを迎えます。今月3日のスーパーチューズデーでは、驚異の復活劇を遂げたバイデン前副大統領に対して、サンダース上院議員は特に有権者の動向が注目されるミシガン州での巻き返しに意欲を示しました。アメリカ大統領選挙の民主党候補者選びは10日日本時間の今夜になりますがね、中西部のミシガン州や西部ワシントン州など6つの州で予備選挙や党員集会が行われます。で、14の州の予備選挙が集中した今月3日のスーパーチューズデーで躍進しまして、指名争いの首位に立ったバイデン前副大統領が勢いを維持するのか、それともサンダース上院議員が巻き返すのかどうか、ここが注目されています。で、この6つの州のうち最大の票田のミシガン州、ここが焦点と言われているんですが、ミシガン州はラストベルトと呼ばれます、かつて栄えた工業地帯の一角ということで、本来は民主党の地盤なんですが、前回共和党のトランプ大統領が制したということで、今回のね、このスーパー、ミニスーパーチューズデーと言われてますが、このミシガン州やっぱり注目されているようですね。そうですよね、やはりその特に何ていうかな、トランプ大統領を選んで、それで実際にその自分たちにあんまり利益がなかったとしても、まだその支持し続けるという人は結構いますでしょ。だからそう、岩盤支持層ですからね、トランプ大統領は ね、それを崩せるか崩せないかっていうのは今回の大統領選のわけで、その相手としては劇薬がいいのか、分かりやすい薬がいいのかっていう感じで、まあ私は実は捉えていて、まあなんていうか、その多くの人がこう受け入れられる幅広いバイデンさんなのか、それとも、まあ中道のね、それかもう本当に一気にガーンと振り子の針を振り、そのサンダースさんで対抗するのかっていうところですよね。でも、どっちも面白いなって私は思いますよね。ミシガン州の地元の新聞とかテレビの、最新の世論調査だと、バイデン前副大統領の支持率が 29%、サンダースさんが 23% ですから、6ポイント差をつけてバイデンさんがリードしているようですね。まあ、一定のいわゆるその本当に強いサンダースファンというのがいるのは、これはもう間違いないということが、この一連の流れで見えているんだけど、それが要するになんか広い範囲でトランプ大統領を打ち落とせるほどのね、ボリュームになるかと言われるとちょっと弱いということで、やはりその民主党としてはやっぱりそっちの方でやっていこうということで巻き返した感じがしますね。トランプ大統領とね、に勝てるのは誰なのかということですよね。だからCNN テレビの世論調査でも、誰にね、最も指名を獲得してほしいかという質問に、やっぱりバイデンさんというのがもう過半数の 52% で、サンダースさんの 36% を大きく上回っているということですからね。ですよね。だから、バイデンさんが、そのサンダースファンを取り込めるような政策をちょっと出して、連合してやっていったら、案外この実はコロナなんかでも苦しんでいてね、トランプ大統領 の演説の集会の中の一人でコロナ発症した人がいたりとか ね、なんかありましたからね。だからこの混乱が続いていって株価が本格的に落ちていくとなると、まあトランプ大統領現役安泰ではないなという感じはしてきますよね。特にね、今夜行われるこの西部のワシントン州は結構感染者が多いというどんな何のかね、感染者広がんなきゃいいですかね。本当ですね。この時間は民主党候補指名争い、舞台はミシガン州へというニュースについてフォーカスしました。
この後は歌広場順の e スポーツカフェをお送りします。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。先ほどコメンテーターコラムでね、中国の原発事情についてお話ししていただきましたが、たくさんねメールとかツイッターいただいてます。こちらは大分県中津市の北斗星さん、45歳の男性の方。中国の原発事故がほとんどない県ですが、中国の原発の場合、立地的に福島第一原発事故のように地震と津波に同時に見舞われる可能性が小さいからだという説がありますが、やはりそうなのでしょうか。確かに中国でも大きな地震は何度も起きていますが、津波が発生した記憶がありませ ん、 うん、確かにその通りですね。津波でドーンとやられるという感じではないですよね。そうですね、聞いたことないです ね、 そうですね。地震はやっぱり内陸の地震が多いということなんでしょう ね、 ね、うん、四川だとかね。そう、四川なんかで多いですよね、はい。だから、まあ、そういうおっしゃる通り、そういうその津波の心配っていうのはあまりないのかもしれないですね。ただ、まあ、もちろんその日本の教訓をすごい見てますから、だから、そうですか、うん、想定はしてるんじゃないかなと。じゃあ日本 の、 あの安全基準なんかもやっぱり十分に、そうです、ね、研究はしてるということですね。それからこちらは、ね、神奈川県伊勢原市のアクアフェリオさん、53歳の男性の方ね。中国は将来原発から出てくる放射性廃棄物を今後数十万年も管理できるんですかね、まあ、日本もそうですけれどといただいてますね。実はいい指摘でですね、はい、実はこういうその最後の最後まで行った時に、あの原発というのは本当コスト的に合うのかどうかというのを見極めた上で他のところにも手伸ばしてますよ。あ、それで太陽光だとか風力の方にも最終的なコスト計算をして、あの むしろ太陽光の方がいいんじゃないのという感じで、かなりそっちの方を広げているというのが現実ですね。まあ、ただ中国はね、土地が広大ですから、この放射性廃棄物を地中深く埋めちゃうなんて、そんなことできそうですけどね。それはそうですね、管理は結構日本に比べると楽なんじゃないかと思いますね。それからね、こちらはツイッターでレバニラバニラさん、日本も原発を輸出すればいいんですよ。福島第一原発事故以降、日本の原発の安全対策はやりすぎとも言えるほどやっているんです。日本の原発の安全性は世界最高水準に達していると思いますよ、とこうもいただいてるんですね。やればいいですよね、それはね。というか、まあ、現実的に進めてるんじゃないですか。まあね、原発の、ね、輸出に関してはね、輸出に関してはまだまだそういう余地はあるでしょうし、まあ、あとは廃炉の技術なんかもね、これもなんか輸出できるんじゃないかという人もいますし、やっぱりこの技術者をね、日本でもこれを育てていかないといけないのは事実でしょうね。まあ、ある程度持ってないと不安だっていうのはありますよね。そうですよね。まあ、中国のことも多少参考にしながらね、日本もこの原子力をどういうふうにしていくのか考えなくちゃいけませんね。そうですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはフォーカスアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れになります。 It's 8pm 日本放送ネットワーク brings you The Focus。 The Focus。2020年3月10日火曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、この時間はこちらの特集企画をお届けします。未来への提言。現代日本が抱えるさまざまな課題について識者にお話を伺う未来への提言。今週は防災危機管理アドバイザーで防災システム研究所所長の山村武彦さんに災害からの身の守り方をお聞きしています。2日目の今日は在宅避難という方法です。まあ、去年は台風による災害も相次ぎましたが、そこで問題になったのが避難所に入れないという事態でした。令和元年は台風の当たり年とも言われていますが、その15号、19号で、全員避難と言われて、多くの方が避難所に避難されたんですけれども、
まあ、私なんかもそれを呼びかけた方なんですけれども、で今までは避難してくださいってもなかなか避難されない方多かったんですけれども、だんだん意識が皆さん高まってきてですね、避難っていうと積極的に避難される方が多かった。その反面ですね、例えば都内では17万6000人の方が避難されたんですね。そのうち13自治体ではですね、避難所に入れなくて他の避難所に行ってくださいと、大雨の中をですね、また歩いて別のところに避難しなければならないという人もいらっしゃったんですね。まあ、これを全員避難という言葉にちょっと惑わされているかなと思っているんですけれども、まあ、自宅にいると危ないというような危険区域であれば当然避難ですけれども、しかし危険区域でなくて、高さのあるマンションであれば、その高い方の2階以上のマンションの家にいた方が安全ですよね。まあ、その方がよほどよく眠れるだろうというふうに思いますね。私はこれを在宅避難と呼んでるんですけども、まあ、在宅避難生活とも言います。で、これを大変進めているんですね。まあ、東京都やなんかでも、東京防災という冊子の中でも在宅避難という言葉で呼びかけていますけれども、まあ、簡単に言えばですね、籠城生活ですね。今までは逃げる防災が基準だったんですけれども、安全な家であれば籠城生活ができるようにしておくことが大事だと思うんですね。逃げなくてもいい防災というのも大事だと思います。まあ、そのためには水や食料などを3日分以上用意しておくと、普段からそういう備蓄という概念が非常に重要だと思いますし、政府も今までのように3日分ではなくて7日分を推奨していますね。まあ、特に首都直下地震が起きた場合などには、都民すべて避難する避難場所というのは確保できないと言われております。まあ、そのためにも在宅避難が必要になってくるということなんですね。で、現在新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続いていますが、在宅避難であれば感染症対策にもなりそうなんですね。まあ、避難所生活は劣悪な環境になりかねません。そして感染症が流行っていればですね、感染症にもかかってしまいますけれども、まあ、安全な家であれば、家の中で暮らせば、その感染症にかかる率も低くなりますから、その分在宅避難が広がっていけばですね、これはかなりの災害関連死を防ぐことができるのではないかと、私は期待しています。まあ、山村さんはね、先ほども逃げる防災からも籠城生活だということを、おっしゃってましたが、富坂さんどのようにお聞きになりました？いや、おっしゃる通りだなと思いますね。この感染症でもうさらにそういうふうに気持ちになるし、この何年間のやっぱりその災害の凄さを見ているとね、はい、やっぱりその、まあ、本当に自宅でできるんだったらそれに越したことないし、それを今自分のいる自宅がどうなのかなってことを考えることも必要だし、はい、ね、さらに備蓄もね、やはりなんかもう今日本もなかなかこう何ていうか一気に物がなくなるって言ってね、パニックになるってこともあるので、だから備蓄もすごい大事だし、もう備えていくということを本当やっぱり考えなきゃいけないですね。そうですね。こういうね、新型コロナなんか感染が広がってから物を買うんじゃなくて、やっぱり日頃から、ね、備蓄をしておいて、しかもね、災害時には今度7日分は最低必要だということですから、そういう備えをしておく必要があるということですね。未来への提言、今週は防災危機管理アドバイザーの山村武彦さんにお話を伺っています。明日は在宅避難を実際に行う方法についてお聞きします。日本放送 NET brings you the focus。時刻は8時6分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国にお届けしているザ・フォーカス。コメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんです。今日最後のニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。新型コロナウイルス感染、イタリアで移動制限を全土に拡大。新型コロナウイルスのイタリアでの感染者が9000人を超えたことを受けて、イタリア政府は人の移動を制限する措置を全土に広げると発表しました。4月3日までの間、緊急の際や健康上の理由、仕事や必要な場合を除いて外出を控え、
自宅で過ごすよう求めるとともに、屋外で人が集まることを禁止するとしています。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は9日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてパンデミック、世界的大流行の脅威が非常に現実味を帯びてきたと述べました。一方で依然として制御は可能だとも述べておりまして、各国に感染拡大防止に向けた取り組みを放棄することのないよう求めています。で、共同通信によりますと、新型コロナウイルスに感染した死者は10日、世界全体で4000人を超えまして、感染が確認された人も11万3000人以上に上っています。で、特にイタリアですけれども、9日死者が前の日より97人増えて463人。で、感染者は1797人増えて9172人。これは韓国を上回りまして、死者感染者ともに中国に次ぐ世界で2番目の多さということになりました。まあ、こうした実態を受けまして、コンテ首相が10日からイタリア全土で、個人の移動制限を実施すると明らかにしたんですが、このイタリアの感染拡大についてはですね、メールもいただいてまして、ラジオネーム101回目のぎっくり腰さんね、イタリアでの新型コロナウイルスの感染者ですが、感染源は未だ謎のようです。今は禁止されていますが、イタリアでは挨拶でハグやキスをするのが当たり前で、まさに濃厚接触をしていたわけで、これが感染拡大の原因の一つだと思います。まあ、しかしこれは文化ですから、禁止してもどこまで効果があるんですかね、というふうにいただいてるんですが、これイタリアはどう見てますか、富坂さんは。そうですね、うん、私ね、気になってるのは、実は中国でも、はい、湖北省武漢以外では重症化とか致死率致命率が低いんですよね。はいはい、だからあんまり怖い感じのウイルスではないと、うん、まあそういう言い方しちゃおかしいですけど、はい、外も日本に来てるのもそうですよね。はい、だけど9000人でね、累計で死者が463って、はい、5% ぐらいですよね。そうですね。だからこれっていうのは異様に高いんですよね。確かに。だからそのただ確かに、要するにその移りやすいような習慣を持っていたりとか、うん、やっぱり多分マスクもあんまりしないんでしょうね。あ、イタリア人しなさそうです ね。だからそういうこともいろいろあると思うんですけども、このイタリアで広がってる病気のちょっとその致死率致命率の高さですよね。うん、こういうことだと、あ、やはりね、人の移動を制限する措置って厳しいような感じしますけど、うん、まあ、例えば特に西側先進国ですから、いや、厳しい感じしますけど、これやらないと、なんというかもういつまでも終わらないものになりかねないんで、うん、まあ、宣言協定の破棄ってね、はい、その域内でこう自由に動けるというね。まあ、EU 域内は ね、自由に行き来ができますからね。それも制限ももう、やむなしだなと。だからかなりなんていうかね、そのこの問題のあれがヨーロッパに移っちゃう可能性が見える話かなというふうにかなり警戒してますよね。このイタリアと中国の関係というのはどうなんですか。いや、もうこれ特にまあ、この問題に関しては多分観光客の問題が大きいと思うんですけども、イタリアに訪れる中国人観光客すごい行ってますんでね。あ、相当行ってますか。いや、すごい行ってますよ。うん、数は私ね、ここで覚えてないんですけども、はい、ただまあ、なんていうか、一人当たり使う金額もフランス、イタリアってすごいあって、すごい歓迎されてますんで、行ってますよね。で、特にイタリアって皆さんご存知だって覚えてるかしらですけど、一帯一路で一番最初にね、ああ、そうですね。協力を正式に表明したっていうことで。G7 の中でね、まあ、最初でしたね。関係がすごく、深いんですよね。はいはいはい、で、人の往来もすごくありますので。で、韓国、日本が、結構大変だったのも、同じパターンで、はい、イタリアっていうことですよね。ただ、一つ違うのは、やっぱりこの、重症化していく、この、あれがちょっと高いですよね。そうですね。で、安倍総理はね、先ほどの対策本部の会合で、このイタリア、それからイランの一部地域を入国拒否の対象にするということで、イランももう7000人以上感染して237人が死亡しているというような状況になってるんですよね。これはね、お互いのためを思ったらやらなきゃいかんですよね。中国もね、実はまあ、イタリアから来た人、浙江省かなんかに入ったのかな、はい、4人ぐらいだったんですけどね。まあ、中にはね、解熱剤
飲んで一時的に熱を下げて入った人が追跡調査で逮捕されています。これね、あの国家安全危機罪って言って、あの下手すると死刑の可能性が出てくる、死刑の可能性もあるというね、あの厳しい法律で裁かれると思いますんでね。まあだからそういう意味ではすごく、いわゆるまあちょっと最初に見ましたけど、今はあの中国国内の感染よりも輸入というものにね、ものすごいそれをね警戒してるんですね、警戒するようにあの変わってきてますよね。そうすると中国はやっぱり韓国あたりを警戒してるんですか。あ、もうそうですね、あの韓国イランっていうのを一番に今挙げてますよね。日本からはそれほどでもないですけども、はい、まあ自動的に今14日間あのホテルで隔離されるという状況ですね。あの例の中国 の福建省 の泉州市のホテルの倒壊ですけども、はい、あれはどうなん、なんか70人、1人のうち下敷きになっていた71人のうち20人の死亡が確認されたと、で41人救出されて残る10人の救出作業を進めているということですけれども、あれね、経過観察対象者の隔離施設になってたわけですよね。突然倒壊しましたよね。とんでもないことですよね。まあ、一説には要するになんかあの何かが不備があって、それをこうあの直している最中に、はい、あの倒れたというふうに言われてますけどね。そもそもやっぱりちょっといくつか中国っていうのは古い建物ね、あんまり良くないのあるんですよね。わざとそういうところに入れたんですかね。いや多分空いてたから、そういうのは空いてたから入れたと思うんですけどね。さすがにわざとってことはないかな。それはないと思いますね。まあ、実際のところ多分その、人を救うにしても大変なことになっちゃいますんでね。まあ、一応じゃあ改装作業の時になんかね、柱が変形したとかってやっぱそういうことなのかな。そう言って言ってますから、それ以上のことを、まあ、こちらがね、分かんないけどね。この時間は新型コロナウイルス感染、イタリアで移動制限を全土に拡大というニュースについてフォーカスしました。時刻は8時16分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日取り上げたニュースを振り返ります。政府は今朝の閣議で新型コロナウイルスの感染が急激に拡大した場合に緊急事態宣言を可能とする特別措置法改正案を閣議決定しました。それから新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今日の東京株式市場の日経平均株価、一時800円以上下落し、およそ1年3ヶ月ぶりに1万9000円を割り込みました。それからアメリカ大統領選挙に向けた民主党候補指名争いは10日、全米6州で予備選が行われるミニスーパーチューズデーを迎えます。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきました。それからあのね、マスクの転売禁止の政令閣議決定ということでツイッターいただいてまして、調査、これを機にマスク以外にも様々な悪質な転売屋をなくす政策をしてほしいですねといただいてますね。これはだからあのだいたいサイトでやられてるんですけど、サイトのなんかあの管理者のね、自粛もちょっとしてほしいですよね。 そうですね、それからツイッターでね、リリー・アントワネットさん、マスクがありません、場所によって開店時には入荷されているようですが、そんな時間には仕事で行けません、主人は花粉症なので残りわずかを我慢しています、そうでない私は使えません、一人一日一枚でいいんじゃないですか。まだまだ行き渡ってないんですよね。いや本当ですよね、もう共渡りとかなると本当大変ですよね。本当大変ですね、もうちょっとの辛抱だと思うんですけどもね。今日のコメンテーターは拓殖大学教授でジャーナリストの富坂聡さんでした。どうもありがとうございました。さて、日本放送朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップのお知らせです。明日11日水曜日のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースは東日本大震災から9年、飯田アナウンサーが福島県浪江町から生放送ということで被災地と復興の様子を紹介します。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、明日朝6時からぜひお聞きになってください。そして明日水曜日のザ・フォーカスコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんです。この時間のお相手は日本放送報道部の森田浩二と日本放送増山さやかでした。